今日はザ・飯屋に来ました。今は夏のメニューでうなぎとかこういった茶そばとかね、ちょっと涼しげなメニューがいっぱい出てました。はい、取ってきたメニューはなんかサラダとかひじきとか、この茶そばとおそばの上にそれぞれうなぎが乗ってたり、これ大根おろしが乗ってたりするようなメニューを選んでいってますね。はい、私が頼んだはこちら、うなぎまぶしのレギュラーサイズです。ザ・メシアはお料理がたくさん並んでて、自分が好きなものを取ってお会計するシステムになってます。なので自分の好きなものを好きな組み合わせで選んで食べれるのがとてもいいなと思います。今日はザ・メシアでご飯を食べてきました。メニューもたくさんあって、すごくどれも美味しかったです。また来たいです。では以上です。ご視聴ありがとうございました。